ひばり山は、農学における農の演目の一つ。中条姫が登場する農の作品は、この作品と、東馬、農がある。共助物に分類される。横吐きの右大臣、豊成公の従者が、豊成公の一人娘である、中条姫のことについて述べる。去る人の残言により豊成公は、中条姫を、ひばり山で殺すように従者に命じる。従者は、中条姫を、 ひばり山に連れて行くが殺すことなどできず、そこに小さな洋を作り姫をかくまう。また、自重という乳母は、春や秋に草花を摘んで、里に出て売るなどして、姫と共に住んでいる。ある日、里に出て花を売ってくるように獣舎が乳母に促すと、乳母は落ちぶれて、山の奥に住んでいることの儚さを思いながら、姫に、しばしの別れを告げ里に出て行った。そこに、豊成公が獣舎を連れて、 狩りに来た。豊成公が狩りを楽しんでいると、花売りの乳母が現れ、姫の行く末を案じながら花を進めるのであった。豊成公の従者が、なぜそのように花を売っているのか理由を乳母に尋ねると、乳母は歌に引っ掛けて、私的に、また苦しく今の境遇を語り始める。そして語り終わると、姫が待つ、ひばり山のように帰ろうとする。すると、豊成公が、 中将姫の乳母であることに気がつき、乳母に残言を信じてしまったことを後悔していると告げる。そして姫が、ひばり山に隠れて生きているという噂は聞いていたが、今、それが間違えないと知ったので、そこに連れて行ってほしいという。乳母は、残言を信じ姫を殺す命を出したという,ようなり子を、すぐには信じられず、姫はこの世にはいないと告げる。しかし、涙を流し、 初見の神々に誓って、嘘ではないと申す豊成子の姿に、ついに乳母も信じ案内することを決心する。そうして道もなきところを草木をかき分けていき、幼い鳥がとぐろにいるようにして座っている姫と再会する。互いに分からぬほどの代わり様に、ただ泣きながらも、豊成子は、夢なら、覚めないうちにと言って、姫を腰に乗せて喜び連れて帰るのであった。猿がく 本作品の後半部分の指定のセリフを、田楽にいざの極闇が名まらせて歌ったと書かれている。ことから、南北朝時代に成立した作品と言われている。また、作者も極闇の可能性が高いとする説がある。この作品は、中条姫にまつわる説話をもとに制作されたものと思われている。この作品より後には、東馬漫ダラ書、協力本等、浅字演おとぎ造史の、 中条姫の本寺など、大間寺の演技団から離れ、中条姫の苦難と救済の物語としての要素が加わっているが、同様の物語が、この作品以前にもルフされていたのではないかと思われている。寒冬誤って、母春の風にほころびの不死南北朝、室町時代初期の電学新座の役者であり、寒網と共に活躍した。猿楽談義で音楽の先祖と書かれ、 ゼアミにも影響を与えたと言われている。タイマデラに伝存する、二となった、中条姫が、一世のうちに連の茎の糸で、冠無料、樹形の曼荼羅を追ったとされる物語両見を、飼い慣らす人 ABC 梅原武志&、関関よかず2013、P220、小松和彦、朝日,日本歴史人物辞典朝日新聞社、1994年。 ISBN 978から40億2340万528ありがとうございます。